ユリホールディングスプレゼンツチムチア。さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、障害者アクアレッスン。ミラクルスイミーが大切にしているテーマは、水の中は究極のバリアフリーです。理事長の谷内は障害を持つ人と関わり続けて13年になる。私は小学校1年生の時から水泳を始めて、短大卒業するまでずっとやってたんですけれども、当時は日本代表を目指して頑張ってました。結婚し子供に恵まれた谷内。息子が知的障害を持っていたんですけれども、一般のスクールではフル活動ができなくなってしまって、活動を始めてみたら私と同じような思いを持たれた保護者の方がたくさんいらしたことにはすごく驚きがあって、息子のために始めたスイミングスクール、それがいつしか口コミで広がり、これまで170人以上のメンバーに水泳の素晴らしさを伝え続けてきた。そして活動を続けるうちに世界を目指す力を発揮する選手も。継続していった結果がそのパラリンピックっていう目標にたどり着いたと思うんですけれども、寄り添って活動ができるっていうことは本当に幸せなことだと思うし、なかなかこういった経験はできないんじゃないかなっていうふうに思ってます。水泳を通して障害を持つ人が社会に進出していく、それがミラクルスイミーの喜び。水の中だからこそできることが増えたり、それは健常者も障害者も関係なく、水の中でできるっていうことを大きな目標として日々活動してます。障害者のためのアクアレッスン。ミラクルスイミーが大切にしているテーマは、水の中は究極のバリアフリー。チムチア。この番組はユリホールディングスがお届けしました。 つながる今